パン屋さん開いてるかな。調べずに出てきたな。な、帰宅です。帰宅です。暑すぎる。食べよう食べよう。乾杯。美味しいコーラ。さっさっさ、全部出しますか。食べよう。朝ご飯兼昼ご飯やな。じゃあ俺はエビカツサンドから。インスタグラムのね、ID まで書いてあるわ。え、ほんまや。丁寧に、ここにね、見えるかな。ファミール。わしは、こい、チキンタツタ。エビカツサンドってマジで最強やと思うわ。この世にある。指の毛見えてるかと思う。指の毛見えてないと思う。見えてる方は、見えてたよって。今やばい、うち。見せてる。嫌だ、嫌だ。絨毯みたいな。フェルトついてる。え、マジでやばい。まあ、めっちゃやばい。これはやばい。毛が細いから、あの、ウレタン毛が。中身はこんな感じ。おいしそう。いただきます。出てます。パンおいしい。うん、パンめっちゃおいしい。うん、めっちゃパン屋さんやから。でもあんまパン屋さんのバーガー系買わんから分からんけど、うん、あ、まあね、めっちゃおいしい。うまっ。ギュッてしてる。うん、これ食べて思ったのは、給食思い出した。うん、これや、うまい。給食の米粉パン。っていうよりさ、給食に出てくるあのバーガーの日あるやん。いないよ。え、バーガーとか出てたの。うどんの日はあるのにバーガーの日はないの。うどんはあるよ、日常茶飯事で。香川県は普段からご飯となんかスープ系とうどん。うん、でもうどんの日はちゃんとうどんが給食やったよ。さすがに今のは寝たいよ。よし。実際それはある。あるの。実際うどんをおかずにしてるのはある。あるの。そうなん。だってあのめっちゃ寝たいで俺。いや、ボケって言って糖質ばっかやないかいって言ってるのかと思った。あります。あるんや。だってうどん屋さんに絶対おにぎり置いてあるし、おにぎりと一緒にうどん食べてるのも多いし、うん、確かに。うどん屋さん行った時さ、なんでおでんあるんやろうと思った。あれ冬やからじゃねえ。そうなん。うん、年中あるよ。そうなんや。でもな、美味しいんよな。でもこれが普通やと思ってたんやけどな。逆にうどん屋におでんないってどういうことって思ってた。このパン屋さん、マクドと組んだら最強やと思う。マクドと組んだらマクドになっちゃう。マクドにこのパン合わせたら最強じゃない。パンが美味しい。いやでもさ、うちら素人やけどさ、うん、もうパン屋さんのパンは美味しいっていうさ、根底があるやん。で、その上で、めっちゃうまってなったらそれは美味しいとかやん。うん、この間行ったとこはな、めっちゃうまとはならなかったな。動画なくなったやつ。俺は間違いで動画ファイル消したやつね。うん、まあ、確かに自分では作れん味やなみたいな、なんかお店のパンやなって感じやけど、さすがにめっちゃ美味しいかどうかはさすがに分かるやん。うん、まあ、あれは普通って感じで、うん、これはこれは一口目で分かるパンのうまさって感じ。うんうんうん、シンプルだからこそ難しい。うん、もう一回行きたくなるうまさとはこのことだ。名言出た。こう考えると給食って美味しいんやなと思う。給食のコッペパン嫌いっていう人めっちゃ多かったやん。多いね。なんでなんと思う。めっちゃ美味しくない。分からん。別にめっちゃ匂い嗅ぐの好きやったんやけど、ルエンとかで。もうシャンコの時にほぼ毎日おかわりしてたよ。あの、うん、だいたいさ、1個2個余ったりとかさ、休んでる子がおったら余るやん。だいたい俺が食べてた。え、それやのに身長伸びんかった。おかしくない。遺伝やろ。遺伝にはな、逆らえんねんで、人間って。遺伝って言っても、俺一番大きいからな。そのおかげやろ、多分。食べてたから遺伝の中でも大きくなってん。おばあちゃん140やし、妹も153、4で、父親も160以下ぐらい、ギリで、お母さんが多分ちょっと大きいかも。でも妹そんなちっちゃないやん。153、4やったら普通やん。女子の平均言って小さいのお父さんぐらいじゃないやん。いや、ちゃうやん、それ楓のお父さんがでかすぎるやん。違う違う違う、150何歩やろ、お父さん。ちっちゃいやん。だって楓のお父さんと俺のお父さんが戦ったらなんか巨人軍対で。でも、あれ、リクのお父さんムキムキやん。リクのお父さんもガリ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 やからな。スターウォーズのR2D2 の横で俺は金色の。ごめん、こちらアップルデニッシュ、なんか3切れぐらい入ってる。シナモンや。見たらわかるよ。いや、嗅ぐまでわからんやろ。いや、リンゴの上に乗ってるやつ粉って大体シナモンや。パンがうまい。パンがうめえ。結構ずっしりくるな。俺らの家ちょっと最近おじいちゃん化しない。
え、めっちゃずっしり感、うん、そう感じるのがもうおばあちゃん感です。私は何だっけ、ずんだあんこ、ずんだあんパン、ずんだあんパンだっけ、うぐいさんパンじゃん。パンのこの匂い好きなよな、めっちゃいい匂い。ブラックストアで買った、ちょっともう結構食べちゃったけど、和風カレー風のかきたね、梅とかわさび。ツイッターでは書いたけど、前のな散歩したあの楽しい思い出の動画が消えてしまったっていう。マジで悲しい、あれしょげたもん、ちょっとどころじゃない。どういうしょげ、せっかく編集したのに消えちゃったっていうしょげ。もう総合的に消しちゃったっていう。それもあって今日あれやで、パン屋さんに行こうって言ったんで。美味しさで言えば今回の方が美味しかったな。シンプルな美味しさやったな。うん、この間言ったのはなんかいろんな味をなんか混ぜて味で勝負してみたいな、うん、けどこっちはパンで勝負してるみたいな。パン屋さんで味で勝負したらダメやろ。パン屋さんこんな感じせんかった、そんな感じしたけど、やっぱパンで勝負せんとさ。じゃあ締めてきて、こんな感じで。まだお昼なんで今日はまだまだこれから頑張りましょう。頑張りましょう。夜は晩酌ですよ。ではおー。